皆さんこんにちは。この動画をご覧いただきありがとうございます。カプコンドラゴンズドグマディレクターの伊都野秀明です。先日ドラゴンズドグマは10周年を迎えることができました。これも皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございます。今日はですね、ドラゴンズドグマがどんな風に生まれたかっていうのを皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います。それではこちらの映像をどうぞ。一番最初はやっぱりゲームブックですね。日本に入ってきた一番最初のゲームブックをもう予約して買って、それ家で夢中になってサイコロ振りながらですね、インチキ専用に進んでいって、サイコロ振ってあーってやり直してっていうのをやってたのが一番最初。まあハイファンタジーとか RPG に触れたのは一番最初はそこでしたね。まあだからゲームはアーケードコンシューマー限らずめちゃめちゃ好きでずっとやってたんですけど、まあ RPG も大好きでやってたんですけど、まあとにかく当時のやつは経験値上げをねして進む、経験値上げして進むっていうところが多くてですね、僕どうしてもこうアクションゲーム派から入ってるってところもあってですね、ここの戦闘部分がアクションならへんかなってずっと思ってて、特にスト2が出た後とかだと、戦闘部分がスト2みたいな自由度の高いアクションで、まあ、ストーリー性と成長要素がある RPG 欲しいな、欲しいなっていうのはずっと思ってました。当初、アーケードと呼ばれる、業務用のゲームを作る部署に入って、まあ、クイズゲーム作ったり、まあ、ストリートファイターゼロを作ったりしてたんですけども、まあ、ほどなくですね、家庭用ゲーム機の性能が上がっていって、アーケードと、変わらない能力になってきた時に、うちの部署も両方アーケードコンシューマー両方作るような感じに変わっていきまして、ちょうどですねその頃からまあジャスティス学園だったりとか、スターグラディエーターもそうですけども、まあほぼ同時開発みたいな体制になっていきました。大きくコンシューマー側にシフトしていった時期になるんですね、2000年の初め頃っていうのは。でその時に、まあ、僕らのいてた、もともとアーケードだった部署が、大ヒットゲームを作ろうぜということで、たくさんね、大きなタイトルが立ち上がった時期がありました。そのうちの一つが、かねてからね、当時の僕のボスと一緒にこういうの作りたいねって言ってた、まあ、もともとアーケード版のダンジョン&ドラゴンズを、まあ、うちの部署で作ってたのもありまして、このハイファンタジーの世界を今の技術で、まあ、皆さんに遊んでもらいたいなというところでいくつかゲームの案が上がってまして、まあ、そのうちの一つが、まあ、今のモンスターハンターですね。でもう一つが一人用プレイに特化したゲームとして僕が担当して立ち上げようとした RPG というのが、まあ、一個ありました。これはコンセプトとしては一人用の RPG なんだけども、オンラインでみんなで一緒に、戦ってるようなRPG にしたいなって。で当然うちのね、アクション大好きのうちの部署が作ってるんで、アクション RPG っていうところで、計画していたプロジェクトになります。オンラインじゃないんだけども、みんなで遊べるっていうのが、自分の作ったキャラクターを友達と貸し借りしながら、パーティープレイのような、アクションゲームを作れないかなっていうのをベースに考えてました。まあ、それがずっと温めてたポーンシステムの元一番最初の原型という形になります。もうお前やれって話になりまして、まあ、デビルメイクライ2担当することになりました。で、まあそれはまあ、ほどなく終わったんですけども、まあどうしてもその後3作りたくなりましてですね、まあ途中から関わってたもんで、0から作りたいなってところで、3作らせてくださいっていうことでデビル3やったと。次何したいですかみたいな話がプロデューサーが出てですね。いや、それだったらもともとデビルに関わる前に作ってたアクション RPG 作りたいんやけど、という話、まあ、深夜のファミレスでして、ほな、それやりますか、という話で当時プロデューサーと盛り上がって、まあ、会社の方に掛け合うと。
ルッキズムアクション RPG っていう中で池野くんがね、最初にあのそんなん普通のアクションのやつ作ってもしゃあないやん、なんか掴んで登れるとか戦闘違う絵にならへんで言って言われて、はぁ、大概ね、大概みんなでっかいキャラ出したくなるでしょ。で大概大きいキャラ出てくるのに足元でね切ってるような絵になるから、それなら、まあ、やっぱりもうちょっと絵代わりしないと作る意味はないかなと思ったね。まあ僕ディレクターでしょ、そんな難しいこと最初から言いづらいね。やんかもう難しいことだって分かってるから、まあ今見てもドラゴンズドグマぐらいあんなしっかりと敵に登ってガシガシやって自由にできるようなゲームって出てへんのでも分かるように、あの、まあ、当時10年前の時点でそんなんて難しいの分かってる。だってね、今までずっとアクションやってきたでしょ、ね、だから普通に作ったらね、従来デビルとかね、格闘ゲームで培った、まあ、面白いアクションゲームはできるだろうから、それじゃないところを挑戦しないと。ただこう魔法がバンバン出てくる、うん、世界をリアルに作ろうと思った時に、じゃ魔法どうすんねんと。とにかく魔法の呪文を唱えるっていうのは精神力を消費すると。なんとかってやったらとかなるとか、あのすげえ魔法であればあるほど長い難しい呪文を喋らなあかんとかっていうのって、全然それってアクションゲームのアクションと一緒やから、あの入れていったらいけるんちゃうのっていうところで、まあ始めた、まあ、それが見た目で分かるのっていろいろね、みんな工夫してやってくれたところもあるのかなというふうには思ってますね。ドラゴンズドグマの舞台としてはロケハンで訪れたイングランドをイメージしてました。あとはフィールドのデザインはウェールズ地方っていうのがあるんですけど、そこの古城や海岸線のイメージを、はい、基本参考にはしていました。とにかく雑草を見てきて、雑草が違うから、パッと見た目で日本とイギリスの違いって雑草とか違いましたね。あのアップダウンの続く丘陵地がめちゃくちゃ多くて、あのそこすごく参考にしてて、視界のブラインドの作り方とか、あの遠くの目的地をすごく分かりやすく見せるには、やっぱりああいう地形は本当にゲームの舞台としてベストマッチしてたと思います。オフラインやけど一人用やけどつながってるやつ作りたいとっていう話で、まあ、まあ説明したと思うんですけども、どんな風に思ってました？こっちです、各社様こっちですって前で分かれ道で言ってくれって、ね、前に行くってなったらね、こう意識を感じたりとか、オフなのにオンラインっぽくなるっていうのは今でこそ分かるけど、賢くするのはまあ頑張ったらできんねやけども、賢いからオンでやってるっぽく感じるってわけじゃないっていうところを、まあ、まあいかにその表現するかっていうの、100時間も200時間もプレイしてたら自分のポーン可愛いなってくるからさ、スクショ撮りまくったりとかしてたもんね。してましたね。あの髪型とか色とか変えまくって、いかにやり込み度合いを他の人に見せるかっていうのも、その辺がねメインテーマやったりしたんでね、俺のポーンすごい、まあ可愛いでしょ、賢いでしょ、変わってるでしょっていうのをね、あの貸し借りの中でやるっていう、子供の頃からやってきた本当にね真ん中な感じ、あの変に端に行かないど真ん中な感じのファンタジーなんかなっていう意識ではやってるけどね。魔界村のね一角獣っぽいサイクロプスを本当に初期に変えたことがあって、まあでもそれじゃないなってなってね、いつのが言ってたよね。でサイクロプスっていうのは昔象の骨を見た人が鼻のところがあの穴を目じゃないかと、象の目小さいにね、ここちょっとあるだけなんで、あのこういう一つ目の大きい巨人がいるんじゃないかっていうところから生まれたあの伝説なんじゃないかなっていう話があって、この話がすごい好きだったんで、
まあ、その話をベースにちょっと一回考えてみたらどうみたいな、まあ、皮膚感もね、象とかからあのモチーフで持ってこれたり、サイとかね、象から持ってこれたりして、すごく、まあ、面白い指針になったとは思いましたよね。あれが一発目やったっけ？あれが一発目やったと思う。うん、まあ、それでなんとなく決まった感じがあるよね、その方向性的にはね、うんうん、キメラもそのモンスターが、まあ、動物が他の動物の一部分をまま食ってるとかっていうので、そういうふうに見えたんじゃないかとか、合わさってるんでそう見えたんじゃないかとか、それこそあの交尾してるシーンを見て、2つ重なってるやつを見て、新しいあのまあ、モンスターだ敵だって誤解したんじゃないかみたいな話があるんちゃうのという話もあったと思う。その上でね、そのまあ過去のね彫像とか本当にオーソドックスでこうだって言われてる、ね、ものが残ってるから、まあまあそういうのをちょっと合わせて極力気をてらわずにあの原点に立ち返ったような、ね、ものをまあ、ビジュアル化しようっていうことになったよね。改めまして、ドラゴンズドグマ10周年ありがとうございます。ここで私たちから大事なお知らせがあります。お待たせしました、ドラゴンズドグマ2作ってます。楽しんでもらえるゲームをスタッフ一同頑張って作っています。ご期待ください。